ゆかスタポッドキャストへようこそ。ゆかスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかがイラストレーターの目黒圭さんをゲストにお迎えして5年ぶりにインポスター症候群について話しました。ということで、はい、圭ちゃんようこそ。こんにちは。音声だけで聞いてる方はちょっと見えないかもしれないけど、うん、映像を見てる方はいつもと違うこの環境にびっくりされるかもしれません。今私たちはニューヨークのグリーンポイントというところにある YouTuber の人が始めたコーヒーショップの後ろに、なんか後ろというか奥にポッドキャストブースを作っていて、なんかすごいよねこれ。すごいセットアップ。すごいセットアップ。そう、あの普通にお店かなと思って入って、うん、前はね普通 の, カフェ、カフェって感じでオーダーをして、うん、で普通に席とかあるんだけど、ちょっと左奥の方にガラスの扉みたいなのがあってね、ちょっとね仕切りがカーテンで仕切られてるから、うん、あれなんか秘密のお部屋基地みたいなところにね、うん、通されて、そしたら奥になんか宇宙船みたいなポッドキャストルームが、箱だけどっかから持ってきたみたいな感じだよね。そんな感じだね。部屋というより、そうポンって、うん、なんか箱、本当に箱で、うん、ちゃんと扉はガラスだから、すごいこう、窮屈な感じはない。うん、ね。だけど入った瞬間に、すべての音が吸収されてる感じ。吸収されて、しかも全部、本当にね、吸音されてて。ちょっとびっくり。で、しかもこの、お部屋を出るときに、このボタンを押さないと出られないよっていうことを、最後ギリギリに、あっていう感じで、押せてたみたいな感じで言ってったのが、最初に言ってよ。確かにパニックルームのボタン。そうなのよ。脱出したいじゃん。そう、ね。そんな感じで今、本当、うん、ポッドキャストブースみたいなところで、めちゃめちゃ完璧な音響環境でやっております。うん、そうだね。これはもうすごいベストじゃん。ね。ちょっと最先端でしょ。ね、ほんとそうだよね。そう。あとこのマイクとか、うん、全部ロジテックの最新のやつと、このロードキャスターっていう、あの、スイッチャーって言うんだけど、うん、多分マイク今2本しか使ってないけど、最大6本ぐらい。すごいね、これ。そう、で、こう、ミクサーして、カメラも今3カメでやっておりますけど、うん、いや、これ、なんかニューヨークでゲスト会をやるときは、ここで収録したら楽しいかな、みたいな。うん、楽しいと思う。はい。すごい、いい、ブルックリンっぽい雰囲気を味わえて、うん、ね、確かに確かに。裏に行くと秘密のポッドキャストルームがあるの。ね、そう。あと実は、あの、コーヒーショップ側にも、うん、MKBHD っていう、あの、すごい YouTuber いるじゃないですか。うん、あ、はい。あの、テックの。うん、彼のところで働いてた人が動画編集してた。そうなんだ。なんか勝手に、あの人だ。どうしよう。話しかけたな。ちょっとなった。ちょっとなった。え、まだいたら、まだいた後でね。声をかけてみよう。はい。うん、ってな感じで、なんかこの環境がかっこいいから若干ちょっと緊張しちゃいました。確かにね。緊張せず。いつもはね、ゆかちゃんのアトリエじゃなくて、スタジオで、うんうん、ものすごいかっこいいセットアップなんだけど、今はこうちょっと、なんかダークな感じでね。ダークな感じでね。かっこいい、ちょっと違う。あ、本当にラジオみたいじゃない？うん。いやー。楽しすぎるね。ラジオごっこで、やりましょう。楽しいね。はい。楽しいね。ケイちゃんは、明日ニューヨークから帰っちゃうんだけど、うん。3週間ぐらい、いましたね、今回。本当に3週間みっちり、お世話になりました。いえいえ。楽しかった。久しぶりのニューヨークは。ニューヨークは、やっぱり、今すごいいい時期に来たから、9月下旬から10月にかけて来るニューヨークは、ね、多分みんないつ行くのいいだろうって悩んでる人は、この時期じゃない？最高だよね。最高。セントラルパークとかもう死んだかと思ったもんね。そうなんだよね。一回私たちどっかにね、なんか、ちょっと天に召されて。あっちの世に行っちゃったかなみたいな。ね、私たち、あれ？あれ？ってなったんだよね。そう、なんか黄金色の、ちょっと結構強烈な。キラキラしてて。うん。なんかすごくいいインスピレーション、あの、いろんなところで。うん。あと二人でもうどこまでも歩くっていうことをやって、今足の裏痛すぎて、バンテリン貼ってんの。歩きすぎて。
なんかそれもなんか楽しいよね。うん、どこ行っても、どこ歩いても、なんか面白い。うんうんうん、そうだよね。あとこう歩いてたから、あの、プリクラみたいな、じゃないけど、うん、フォトブース確かに。も撮れたし。はいはいはい。で、今映像を見てる方は、ゆかちゃん、ここに。インサート、インサート。お願いします。はい。そういうことがあったり、あとは今回個展で、うん、あの、来てたので、うん、それも、今、グリーンポイント、にいるんだけど、ここからほんと数ブロック離れた、うん、あの場所で開催してるから、この後、ね、またちょっと会を出すけど、よかったです。いろいろ。ね、そう、個展はどうでした？なんか準備とか。うん、準備は、6ヶ月ぐらいに準備期間あったのに、はいはいはい、最後の1ヶ月だけ、大きな数なんか最初、こう話をいただいてから、あ、じゃあやるやるってなって、でもちろんそのバッとインスピレーションが出て新鮮なうちに絵を描き始めるの、うん、でその最初の2週間ぐらいはやっぱ新鮮だから、うんうんうん、あめっちゃ描いてたのね。なんかこれが2月下旬初旬とかだった。そんな前からしたの。そうで突然違うシリーズを始め出して、うん、あの先月あ何にもないぞってなってもうすごいよね。最後のギリギリになってからの力。いやーそうだよね。そう、すっごいアドレナリンが出てて、うん、だからニューヨーク来る前はちょっと結構ヘトヘトだったんだけど。あ、そうだったんだ。そう。だってそれに加えて毎月プリントドロップしてたんでしょ。そう、毎月、ね、テーマを変えて絵を描いていて、うんうん、それで3枚だけ選んでその中から。でそれを毎月プリントドロップして限定な感じで出してるんだけど、うんうん、それもね今年毎月ちゃんとできたからすごすぎなんか良かったし、うんうん、いろんなそこでねちゃんとインスタだけじゃなくて DM とかじゃなくてちゃんと人とつながれるっていうのは経験できたし、あと個展でもそれができたから、うんうん、なんか面白い1年でした。 そのやっぱアーティストとしては自分の作品を持ってくれてるっていうのは、うん、なんか自分の一かけらをこう、あ、確かにね、あげるみたいな。あげるじゃないけど、もらってる感覚。うんうんうん、だって、すごいいろんな他のアーティストがいる中で、私を選んで、うん、私の作品を選んで、私じゃないんだけど、私の作品を選んでくれてるから、すごい嬉しいなと思って。うん、で家とかに飾ってたらね、なんか毎日見たりとか。うん、そうそうそう。で今までで、3枚ずつっていう感じで出してるから、たまにもう絶対全部買ってくれる人とかいるの、毎月。おー、すごいね。で、この前 DM で、うん、こういうのができてるって感じで、なんか壁一面私のプリント、ギャラリーボールみたいな。そう、ギャラリーボールみたいなのを作ってくれてて、あ、もう、それもめっちゃ嬉しいね。なんか本当そういう人のために今、なんか、毎月ネタじゃないけど、うんうん、新しいものを書いて、うん考えてるから、うんうん、なんかいい生きがいがあってハッピーな感じだね。なるほど。じゃあ結構大変さよりも、大変さよりそういう楽しみというか、楽しいね、喜び、うん、なんか大変だなと思うと続かないから、 あ、でもこういう大変なことをできてる自分偉いっていう感じで自分もなんか褒めたたえるじゃないけど、うん、そういう感覚でやってるとお、いいんじゃない、できるんじゃないってなって、そうね、なんか続けられる感じ、なんか毎日絵描くって結構辛いから、大変だよ、何か毎日を何かやる、そうだよね、意外と難しいね。いや難しい難しい、うん、ゆかちゃんもこう毎日編集だけしろとか言われたら多分もう辛いよ、ね、辛いでもやってるんだけどねいやでも毎日は編集してないし、でもなんかスピード感がすごいじゃん。そうね。うん。そう、なんか今回、うんうん、普段はこう離れて暮らしてるから、うんうんうん、どういう感じで。確かに、リアルタイムでさ、お互いの通知が来るからさ、あ、なんかポストしましたみたいな。そうそうそう、今ポストして。あっちの部屋で。そう、私は入浴時間9時に絶対インスタを投稿するから、うんうん、その時間にゆかちゃんがすぐいいねしてくれるとなんか嬉しいのと恥ずかしいのがするんだよね。こう、あ、今やってるの知られてる。隣の部屋で。
そうそうそう。で、なんかゆかちゃんが動画投稿するじゃん。うんうん、映画、英語チャンネルと日本語チャンネルで。うんうん、で、通知が来るときに、うんうん、え、この人、さっき一緒にビーズで遊んでた人だよね。ビーズは、ウルトラソウルじゃない方の。ギリギリチョップじゃない方の。平成だな。その平成のネタが。ビーズは、なんていうの？ビーズ。ビーズ。うん、あ、そうだ、ビーズ。ビーズ。ビーズ。そう、ビーズでね、なんか作ったりとかいろいろしてましたけど、うちで。お泊まり会みたいな感じだったから。すごい楽しい。すごい健全な遊びを、大石家で、確かに。なよな繰り広げ。ね、ラブイズブラインド見ながら。ラブイズブラインドっていう、一人だと恥ずかしいけど、誰かと見るとめちゃくちゃ楽しい。ね、そうなんだよね。リアリティ番組を二人で見て、夜な夜な昆布茶飲んで。ビーズ？ビーズ？ビーズ作り？ビーズ遊びをしたり。うん、楽しく過ごしてた。ほんと3週間あっという間だったね。あっという間だよね。ね。まあ途中私がメタ行ったりとか。なんかサンフランシスコ出張したりとかしてたんで、うん、ちょっとバタバタだったけど。あ、そうそうそう。ね、そのゆかちゃんが、本当にバタバタのとこを隣で見れるっていうのは、すごい貴重な。確かに。本当に忙しいんだなと思って、うん。そうだね。あの1週間とかは、あんま寝てなかったりとかしてたから、うん、結構リアルなバタバタ感だったけど。リアルなバタバタ、ね。今週はね、結構のんびり一緒に美術館行って、スケッチしたり。そう、充電期間。そう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 、ね。インスピレーション期間で。うん、いや、でもメットっていう、メトロポリタン美術館かっていう、ニューヨークのもう、世界有数の、本当に素晴らしい美術館に行って、うん、で、ニューヨーク市民だと結構安く入れたりするのね。そうね。で、それもすごいいいところなんだけど、うん、一緒に行って、なんか、ギリシャ彫刻みたいなやつをスケッチして、いや、それもさ、ケイちゃんとリアルタイムで一緒にスケッチするなんてもう、めちゃめちゃ贅沢じゃん。そんなことないよ。でもさ、私、ケイちゃんのやつ見なきゃいけないのにさ、自分のやつに集中してたら、なんかあっという間に終わってて、見れなかった。お互いね、本当にお互いなんかガチモードに入ってたら、本当に3時間ぐらい。ね。本当はもう、まあ、3時間ぐらいやりたいなとか思ってたんだけど、うん、1時間ぐらいで終わるかなと思ってたの。うんうん、そしたら結構3時間もみっちり、ね、だって光の加減が分かるぐらい彫刻のこの光が変わっていく様子が、あれさっきと違うぞ。今何時なんだろうと思って。確かに、そうそうそう、あそこの、なんていうの、オーディトリアムみたいなところは、うん、天窓がめっちゃ綺麗なんだけど、うんうん、本当に自然光が入ってるから、どんどんどんそう日が沈んでしまって。そう。なんか多分そういう風に設計されてるんだよね。いろんな楽しみ方ができるように。ね、めっちゃ綺麗だよね。そう。やっぱ日の入り方で、暖かい光とか、うんうん、そういう白い光とか、全部体験できるようにできてんだろうなと思って、すごい楽しかった。でもそう、お互い私もゆかちゃんにちょっとこう、教えるじゃないけど、うんうん、こうやったら。テクス教えてねとか言ってたんだけど。最初ね、お互い。テキスト教えてね、どうだろうとか言ってたのに、お互いこう、黙々と戦うっていう。でもそれはなんか楽しかったね、本当に、うん。お互いこう、沈黙でも OK っていうのは、なかなかいい関係だと思う。いい関係だよね、うん。それが一番いいフレンドシップじゃないですか。黙々とそれぞれの作業をこなす。うんで、たまになんか、どうなんみたいな。え、何してんの、え、終わってんじゃん。そうそうそう。え、終わってんじゃん。そう。私がね、ちょっと早いから。めっちゃ早かった。やっぱさすがですね。うん、いや、あれ、毎日やってると、せっかちだし。うん。早く書き終えて、次のに行きたいんだよね。うんうんうん。さっきも。なんか着眼点もすごい面白かったというか、彫刻、じゃこれ書こうかみたいな感じで座って、じゃ私はなんか全部、一旦なんかこう、形を取るというか、うん、上から下まで、あ、これを全部書くのかなみたいな感じで、なんか、なんだろう、アウトラインみたいなの書いてたんだけど、はいはい、ケイちゃんはそれのなんか一番自分的に面白いところとか、なんか、なんだろう、着目したい部分を切り取ってて、あ、なるほどなって思って、それもすごく面白かった。ありがとう。そういう風に言うと、なんか私がこう、巨匠感出るけど、ただ本当に、リアルに言うのは、全部書くのめんどくさいから。あれだ、めっちゃ難しかったもんでしょ。そう。なんか難しいね。全身書くって意外と難しくて、ね、頭の
バランス感、ね。から、指の先、足の指の先まで描くってすごい難しいじゃん。うん、特に、座りながら見上げるアングルっていうの難しいから、うんね、そう、だったら、ちょっと何かを切り取れば、うんうん、そこまでいろんなこと書かなくていいじゃん、ディテールを。うんうんうん、だから、そういう風にみんな始めるのが一番いいと思う。ね、絵を描き始める人は全部を描こうとしちゃうけど、はいはいはい、一番気に入った部分を切り取っちゃえばいいと思う。わかる。でも動画ももしかしたら、なんかその、結構広角で全部入れるよりも、うん、確かに。このなんか一番面白いところ、結構ズームで撮った方が、なんか質感とか、なんか伝えたいことが、うんわかるというか、確かにね、着目点、うん。その人ならではの目線が結構ズームで分かったりとかするから。確かにね、何を見てるかっていうことで言うと、目線の先。広角で全部バーって出てると、あ、なるほどっていうか、そうそうそうなんか情報量すごい多いし。そう、情報量が多いと、こう、わーってこう なってしまうから、うんうんうん、だったらこう、何かズームインして、そっから何かを始めると、うん、なんでも作業は進むと思う。うん、意外な、共通点があったそうだね確かに、そっかそっかそうだ今日のメイントピックじゃないけどちょっと話したいなと思ってたのが、うん、前にケイちゃんが、まあ、あれポッドキャストじゃなかったんだけどあの時はそうだねほんとめっちゃ昔 5,6 年前にアドベマックスであれは2年目だったかなでも会った年じゃないかもしれないんだけどそうだね次の年だからもう仲良くなりまくっちゃってるから1年でねそうなので多分5年前だね、うん、の時に一緒に動画撮ったやつがあってちょっと一応リンクしとくけど若干恥ずかしいから、うん、そう顔が違うし顔が違う若いな、なんかプルンとしてるプルンとトゥルンとしてるんだよね若いからねしてるから、ね、結構前になっちゃったんだけどその時にインポスターシンドロームについて話しててなんかそれをについてちょっと5年後アップデートじゃないけど、うん、更新バージョンそう更新バージョンを話したいなと思ってそう結構あの動画見ましたって今でも言われるから、ね、本当にそうなんか私の絵に興味あって検索したわけじゃないんだけど何かきっかけで流れてきて、うんうん、あれを見てっていう感じで DM をくれる人も特に女性が多くて、はい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 、でそれは嬉しいなと、うんうん、そうだよね、うん、そう私も結構なんだ、その、テックレビューみたいなやつから入り口として入るけど、うん、なんか結局何かしら影響力って言うとあれだけど、なんかすごい参考になりましたとか、うん、なんだろう、勇気づけられましたみたいな感じで言われるのはそういう話題の、うん、なんかメンタルヘルスの話とか、うん、キャリアの話とか、そういうのについて結構、リアルに会った時に言われたりする、ね。うん、うん、確かに。そうだよね。パーソナル部分ね、うんうん、本当に。そうそうそう。共通点でもあるし。うん、そうね。でも、じゃあ、一旦、わからない人に、うん。うん。そうだ。何なんだっけ日本語で。インポスターシンドロームを説明する。大切じゃないけど、はい。日本語でもインポスター症候群。ということで、ちょっとこのネットで出てきた記事によると、うん。普段の仕事場面において順調に成功しているにもかかわらず、自分を必要以上に過小評価してしまう心理傾向や自己不信感を持っている状態を指していますって。みんなそうじゃない？みんなね、なるときあるよね。あ、そう、そもそもインポスターというのは詐欺師やペテン師を意味する英語であり、インポスター症候群は詐欺師症候群と呼ばれることもあります。うん、そう、だから自分がなんか詐欺してるみたいな、なんかみんなにすごいとか言われて、本当はすごくないのに、うん、なんかバレたらどうしようみたいな、そのすごくないことをバレるのが怖いみたいな。まさにそれじゃない、うん、私もそうなんだよね。たまになるけど、未だに、うん。あれ、私この程度でこんなに褒めてもらえていいのかなとか、うんうん、大した経歴もないんだけどな、とか、いろいろ出てくる時期で消えるんだけど、うんうん、たまにこう、波で。波のたまにリマインダーの感じで通知みたいな感じで来るのよ。だから、うん、でもまあみんなそれぞれそうだろうなと思って、うんうん。だからこそ頑張れるっていうのもあるんだけどね。うんうんうん。なんかもう私はこれでいいやと思っちゃったら、うん、頑張らないタイプだから、やっぱさっきの個展も最後のギリギリの1ヶ月で頑張るタイプだし、うん、なんかこう調子に乗らないようにいい感じに通知が来てるっていう風に受け取ってる。なるほどね。うん、どれぐらいの期間で来る？いや、半年に一回程度。うんうん、
前は前、もっとあった常にじゃない。特に20代とか。うん。始めた時は特に感じてたけど、うん、まあ本当にポッと出てきた感じで私は作品集出したり個展をやっちゃったから、うんうん、20代の前半に。だからその時はまだ私そんなに実力ないのにこんなにみんなにチヤホヤしてもらっていかがなんだろうとかマジで本当にすっごい毎日のように悩んで今はもうおばちゃんになり始めて落ち着いてきてまあ年数も重ねてきたしそうそうそうっていう感じかな年数重ねてきてあんまり何も気にしなくなってくる感じじゃん、うんうんうん、そうだよねイカちゃんどう私もたまにあるけど、なんか昔ほど気にならないというか、うん、なんか、うん、はいはい、みたいな。うんうん、また来たな、みたいな。そうそうそう、そう。だし、なんかその、やっぱ、もう気分の浮き沈み、インポスター症候群と限らないけど、なんか浮き沈みもあるから、うん、なんかそういう時は、なんとなくその、あ、こういう風にちょっとベストじゃない状態になったら、もう、あんま無理して、なんか、すごい、プッシュしすぎると、まあ、それも良くないから、なんかもうちょっと、こう、メンテナンスモードに入るというか、なんか大体そういう時って、睡眠不足だったりとか、運動不足だったりとか、なんだろう、なんか、環境がごちゃごちゃしてて集中できないとか、いろいろこう、なんか、ちっちゃいことが積み重なってさ、なんか、あんまり良くない状態になったりするから、あ、じゃあちょっと一旦、なんか、こう、なんか、いろいろ出さなきゃ出さなきゃっていうのを、ちょっと止めて、環境を整えるとか、自分の体をメンテナンスするとか、うんうん、そういうことに集中した方がいい時期だなって思うようにしてる。わ、うん、かる、うん。全く私も同じインプットタイムでしょ。うんうん、そうそうそう。まさにアウトプット、アウトプットをずっとつな続けていると、うん、やっぱり持たないから、うんうん、なんか、一旦の充電期間を入れると、うんまた次調子良くなる、うんうん。どんなことをしてる、その時って。まさに今の美術館行ったり、うんうん、あともう外に行きたくないという時は本当に家でゴロゴロ、うん、ネットフリックス、うんうん、美味しいものを作る、うんうん。あとやっぱそういう時体調悪い時ってこう腸内環境じゃないけど、ちゃんとご飯食べてなかったりするじゃん。うん例えばサンフランシスコとかに行った時って普段のルーティーンがちょっと崩れちゃったりするじゃん、うんね、なんか食べてるものとか、うん、なんかそれを戻すように、はいはい、なんかすごい優しい味の鍋とかを食べ続けるうん、うん、でリセットみたいなそうそうリセットリセット、うん、そうすると体が本当元気になるから、うんうん、日本人だしやっぱ納豆を食べたりするとハッピーな環境が戻ってくるから、うんうん、それも楽しんでるかもしれない、うんうんで、なんかヘルシーなものを食べてる私、意識高いみたいな。ちょっとそれに酔うっていうのがね、重要だよ。酔うって重要だと思う。うんうん、だからすごいそういう自分好きみたいな方に戻していくと、はいはい、また元気に人に何か提供できる環境に戻れると思う。うん、そうだよね。なんかちょっとそのギブしなきゃいけないそうそう状態だから。うんギブしてる気ではないんだけど、うん、やっぱちょっとそうなんだろうね自分の必死に何かをやってると、うんうん、やっぱ何かを削っているじゃないけど、うんうんうん、なんかある程度こうなんていうのガソリンみたいなものが入ってないと、うんうん、燃料ね燃料がないとそう走れないから燃料は本当エネルギーでもあるけどネタでもあるし、うん、何でもそうだからね、うん、ネタ切れだとさ何にもできないじゃん。うんうん、なんかそれをネタを増やすっていう意味でこう美術館行ったり、うん、何かにインスパイアされる環境をもう徹底的にやるみたいな。うんまあ、今週ゆかちゃんと本当いろんな、まあ、2つ大きい美術館に行って、うん、昨日もギャラリー昨日もギャラリーをもう全部巡ってだからそれのおかげで私はもう東京に明日、明後日戻ったら、うんめちゃくちゃ描きたいものとか出てきた動画編集とか、はいはいはい、やっぱゆかちゃんのとこにずっといて、うん、いい意味でものすごい感化されたから、うん、あんな感じで1日で何か撮影して3時間で編集して YouTube 上げられるんだ頑張ればって思って もちろん頑張った結果だからそのスピーディー感なんだけど、うん、ゆかちゃんは私も頑張れば、一週間ぐらいで編集してあげられるかなっていう考え方になってるから、今。うんうん、じゃあもう一
ぱいとりあえず動画を撮りまくって、いろんなとこで、こう、いいなと思ったものを、とにかくカシャカシャって今、新しい iPhone で。そうだ。16 Pro。5年ぶりぐらいに新しい iPhone を皆さん買いました。おめでとうございます。本当にね。カメラがめっちゃ良くて。なんで私たち友達なんだろうねってぐらい私はこう、新しいものを何とかしないから。いや、でも。申し訳ない。いやいやいや、どうすればいいのってめっちゃ聞くからうるさいだろうな。そんなこと感じます。ありがとう。本当に。でも、iPad とか全部使ってるじゃん。iPad もね、一緒にメトリポリタンビュージョン使ったしね。フェイスコー使ってやってましたけど。そうですね。うん、でもまあ、ゆかちゃんの場合は何する？インプット時間。インプット時間は、でも私も結構外に、あんま出なくなっちゃうから忙しいと思う。本当にずっと家にいるから、なんか多分、めっちゃなんか、アンインスパイアドっていうか、なんか、あ、プスン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 みたいな感じになったら、うんうんうん、やっぱ外出た方が元気になるかも。街に出て、今、どういう、なんだろう、なんか、お店とか、どういうものが流行ってるとか、街で歩いてる、マンハッタンとか歩いてる、女の子たちは何を着てるかとか。かわいいよ ね、こっちの子着てるの。ほんとかわいいし、やっぱトレンドとかいろいろあるからさ、うん、なんかそういうのをチェックして、なんとなくインスパイアというか、うん、そういうのは大事だよね。うん、本当に、やっぱ家にいるとマジでなんか、引きこもりすぎて、うん、なんか季節の変わり目とかわかんなくなっちゃう。わかる。私も同じ、本当に絵ずっと描いてる、ね。気づいたら夜だし、ね。そうそうそう。家にテレビがないと二人ともないじゃん。うん、ニュースとか見てないと、うん、流してないとさ、本当何が起こってるかわかん、自分で自ら探しに行かないと、そういうのは見つけられない感覚だから、本当外とか世間で何が行われてるかとかって、本当ちょっと分かってないじゃないけど、SNS とかのおかげで、ある程度、うん。そうだね、うん。SNS 見てるけど、それもまた偏ってるというか、自分が興味あることのアップデートしか来ない、ね。そう、アルゴリズム的に。そうそうそう。偏ってしまう、うん。そうなんだよね。やっぱ外に出て、本当にその瞬間に生きる、感じる。そうそう。すごく大事だと思う。ね、でも今週は本当に天気もめっちゃ良くて、うん、なんか、生きてて良かった感がある。本当だよね。天気よく。本当にこんなに恵まれていいのかなってぐらい天気が良くて、ね、そのセントラルパークでもさ、ね、本当に天国に行っちゃったのかなって思ったぐらいキラキラしてたし。ね、でもそういうのも、なんか、やっぱ動画撮りたくなるというか、うん、なんか、動画はすごい、あ、絵もそうだと思うけど、光がめっちゃ大事じゃん。うん、なんか光を感じるみたいなのと結構、あるいいなって思う。そうだよね。温かみとかって光で変え、うん、なんか通訳できるじゃないけど訳せるところがあると思うから、うん、私も結構光を意識して描いている時に、うん、やっぱああなんか見ててあったかい絵ですねとか言われるとああ通じたらよかったと思って、うん、そんな感じだよね、うんうん、まあ私の場合はそんなになんか多分エモーショナルな動画あんまり作らないけど、うん、なんか結構テックレビューとかだったら、うん、むしろなんだろうなんか光は本当にデイライトの安定したね光でやんないと、うん、なんかこれ色違うじゃんみたいな感じになったりするかもしれないから、商品だと。だけどまあ Vlog とかだともうちょっとクリエイティブというか、うん、伝えたい表現の仕方がそうそうそういろいろあるからまあ両方やるのがやっぱ好きだなと。うんあ、そうそう、ちょっと、インポスターシンドロームと関係あるかもしれないけど、私のチャンネルって結構、いろんなことをやっていて、実は。そのテックレビューもあるし、Vlog もあるし、まあ、ポッドキャストも同じチャンネルに載せてるし、結構なんか、しっちゃかめっちゃかっていうか、いろんなジャンルのものが一個のチャンネルにあって、なんかそれは、もしかしたらグロース戦略的にはあんまり、良くないかもしれないんだけど、なんか、ね、多分めっちゃニッチに集中した方が伸びるっちゃ伸びる可能性が高いと思うんだけど、うん、でも、やっぱりなんか自分は一つの箱に入れすぎると、窮屈になっちゃって面白くなくなっちゃうから、うん、なんか、いろんなことをやっていいって自分で思ってて、その一つのチャンネルで。
で、なんかもしかしたらテックレビューを見て、あ、この人の、なんか、ガジェット、レビューもっと見たいからチャンネル登録したのに、いきなり私がなんか旅行行ってきましたみたいな Vlog を上げると、え、なんか違うんだけどとか言ってアンサブスクライブされるかもしれないけど、でも両方とも私だから全部受け止めてほしいなみたいな感じで、やっぱどっちかで煮詰まったりとかすると、なんか別のジャンルというか、ずっとガジェットガジェットってやってる子をいると、やっぱり Vlog したくなるし、 Vlog やってるともうちょっとガジェットの、あの詳しい話とかしたくなるし、で、Vlog してるとガジェットを使う、実際にリアルで使う機会でもあるから、そんな結構相乗効果があると思ってるんだけど、人に求められてることをあんまりにも気にしすぎたりとか、あの、最悪なのはアルゴリズムに求められてることを気にしすぎるとか、はい、ってやってると、どん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 なんか自分のカラーがなくなっていっちゃうから、なんかそこのバランス感をうまく取れるようになると、なんか結構人の、評価よりも自分がどういうことをしたいかっていうことに集中できるようになって、インポスター症候群も良くなっていくのかな。うん。あ、もう本当に私はもうまさにそれに賛同。totally agree っていうか、うん、そう、本当に、なんだろうね、自分のやりたくないことが、うん、いや、うん、やりたくないことじゃないけど、アルゴリズムとかに流されて、あ、これをやればバズるから、うん、これが正解なんだって思っちゃってることがもう不正解だなと思ってて、バズらせることが正解ではなくて、うん、何を伝えるかとか、その相手の受け取り方だったり、こう何のネタであれあろうと、例えばテックレビューでも Vlog でも、相手に何か気持ちのいいものを提供できれば私は正解だと思ってるから、うん、それがね、何万回回数、何千万回回数、もう日本語がわからない。とりあえず、ミリオンとかを狙ってたら、うん、こう、嘘ついてるじゃないけど、うん、無理してそういう動画を作っちゃったりとか、絵を描いちゃったりするかも、ね、うん、あ、こういうスタイルが今流行ってるから、うん、私もそっちに寄せていこうっていうことをずっと続けていくと、自分がなくなっていくと思うの、うん、私もそういう時期があって、うん、あ、みんなこういうことをやってればバズるし、人に好かれるんだっていうことをやっていくと、結局それは自分に嘘ついてることだなっていうことに気づいて、やめるっていうか、それを脱皮したいっていう感じだったんだね。そうだよね。それでこうすり減っていくことにも気づかないんだよね、うん、人に好かれたいとか、これをやればもっとこう再生数が上がるとか、それで自己肯定感を保っていこうとすると、うん、結局嘘だから崩れると思うの、うん、最終的に。そもそもそれ嘘ついてるから、うん、嘘がバレるのが怖いっていう気持ちでもないしね。それだからインポスターシンドロームにもつながると思うの。うん、だから何すればいいんだろうって、その本当好きなことを本気でやればいいんだろうなと思って、そしたらこう、なんか、だって人間ってさ、一つだけの役目じゃないじゃない。うん、例えばお母さんやってる人は女性でもあるし、誰かの娘でもあるし、あと先生っていう職業だったら誰かの先生とか教える立場の人とか、なんかいろんなこう、うん、なんだろう、生きてると、多面性。そうそう、多面性だね。うん、だから一つだけのジャンルを極めろっていう人もいればいいと思うし、うんうんうん、何個もこう、できるタイプの人はもう絶対それがパーソナリティだからやった方がいいと思う。ゆか、うんうん、ちゃんはひっちゃかめっちゃかって言ってると思ってると思うけど、私たちはそう思ってないんだよね。見てる側とすれば、うんうん、ファンからすれば、うん、なんかもっと見れてラッキーだと思ってるから、うんうんうん、なんか例えば BTS の、ね、J-HOPE が YouTube チャンネル始めるとするじゃん、一人個人で。で、もうどのネタでも嬉しいでしょ、うんうんうん、やっぱ大好きな人だから、なんかそれでいいと思う。うん、まあ、そう思えばいいと思う。次の日、ね、あれ、私一つのことだけど、でも私が J-HOPE だったなって。めちゃめちゃ。ね、あれ、私 J-HOPE だったら、これ嬉しいよな。っていう感じで、出していいと思う。うん、確かに。そう。気にしてたらやっぱ好きなこと伝えられないし、うん、あとやっぱ最先端の人だから、ゆかちゃんは、うん、なんか人がやってないことをもうぐいぐい行くタイプの人であると思うから、そのままでいいと思う、うん、で、あとでそのトレンドがみんなついてくるかもしれないし、あと今みんなこう最初はこう何々チャンネルっていうすごい決まったニッチなものだったのに、うん、
なんかサブチャンネルで家建ててやったり、いろんなタイプらしいんですよ。はいはいはい、あもういいんじゃない全部クリエイティビティだから、そうなね、私からすると、うんうん。例えば今使ってるポッドキャストのところもさ、うん、彼はテック YouTuber で、うんうんうん、なんかインターネットの人だったのが、ちゃんとした空間を作って、うんね、行ける場所を提供して、クリエイターが使えるこういうお部屋を、作って、なんか提供してくれるっていうのは、いや素晴らしいなと思うし、ね、いろんなタイプがいるよなって、うんうんうん。そうだよね、その、エクスパンドの仕方というか、そう拡張の仕方は、うん、それ自体も本当に個性が出るというか。そう、クリエイティブだよね。うんうんうん、確かに。いや、このスペースは本当にいいよね。うん、クリエイターのちょっと憩いの場になりつつある気がするし。そうだね。ブルックリンの、うん他ユーチューバーたちが集まってくる、ね。こぞっと集まりそうな、ね。なんかキッチンとかもあって。あ、そうそうそう。料理番組もできる。料理番組もできるのよね。そう。今度やる。そう、やろうか。二人でキーパー巻く。ぐちゃぐちゃの。ぐちゃぐちゃの。炭が、炭が美味しいですよね。そう、炭うまいよね。もうぐちゃぐちゃなんで。美味しいよね。全部炭こうなるぐちゃぐちゃだと。そうでもね。やろうか。やろうか、今度は。じゃあ次回は。何にも目分量とかないクッキング番組。本当に。あの、適量、適量、適量。適量。なんか醤油こんぐらいなんじゃないゆかとけいの。適当。3分適当クッキング。3分か。そうやってじゃあ拡張していく、うん、拡張していく。まさかのか。まさかの方向性だった。この場所にインスパイアされて、いろんなことをやるっていうのもいいと思うけどね。うん。ケイちゃんを食べ物とかあんま書かないね。書きたいんだよ、実は。あ、そうなんだ。でも、なんか、美味しく白黒で書くってなかなか難しいの。フレスコで水彩で書こうかなとか思った時期もあったんだけど、なんかしっくりこなくて、極めてない。そっちの方向性にまだ行ってなくて、ご飯の写真は必ず撮るのが食べる前に、綺麗な、なんか盛り付けの仕方だと、なんかこの赤いお皿に綺麗になんか食材が乗ったりすると綺麗だなと思ったりすると、うんうん、それもインスピレーションだから私は必ず写真撮るんだけど、うんうん、その写真をいつもパートナーに、どうするのその写真って言われて、いいじゃん、ほっといて、私は言うんだけど、いや、そうなんだよな、これもネタとか言ってるけど、うんうん、結局未処理のままだなと思って、なんか浄化させてあげたいってことで、はいはい書きたいとは思うんだけど、白黒で書くとなんか、なんか味気ないから、自分のスキルがまだ足りてないと思う。なるほどね。でも、料理の、なんだ、出来上がった完成お皿よりも、もしかしたら食材をなんか一個ずつ書くとかあったらめっちゃいいかも。それはやったことある。本当？うん。なんか、そういう食材だけを一個一個、ケールとかを、うんうんうん、難しいじゃん。あの難しい。うにゅ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 うっていうのも。そうそうそう。あと、ワカメとかを一時期、面白いから、ただ、インスタ、もう本当10年以上前の話にインスタに上げてたら、それきっかけで、ファーマシーっていう、あ、はいはい、あの、アメリカの美容の、なんていうんだ。なんかクリームとか。クリームとか、うんのブランドスキンケア。スキンケア。そう、スキンケアブランドに、を始めるんで、それのイラストとブランディングお願いしますって言われたのがあったから、今から、ね、今もそう、使ってもらっている。鉢、ねうんうん、とか。鉢とか、お花。グアバとか、いろんな、そう、いろんな食材を書いてたら、うん、まさかのそっちに繋がってそうから、確かに今このタイミングで書かないのって言われたこときっかけで、うんうん、なんかね、いいことになるかもしれないから。ね、確かにその、野菜とかはめっちゃもう、お花みたいなもんだよ、ね、うん、なってるか。確かにね。それはいつも書いてるもんね。うん。あ、そうだ、野菜系で書いてる。書いてる。え、なんか、ビーガン習慣とかあったら、それ。いいじゃん。なんで便乗するんだよって感じだけど。なんかそう。野菜ブーケとか。確かにね。やろうと思えばおしゃれにできるか。うん、うん。確かに。なんか、料理の、なんか例えばステーキとかだったら、うん。え、なんかちょっと違う気が。わかんない。なんか、いきなりステーキと。確かにね。ステーキだけだと、うん、地味だよね。あ、でもステーキ、生ステーキの、あの、マーブル感とかだったらかっこいいかも。ちょっとすぐ書いてみて。ああ。A5 ランクの和牛、うん、そうそう、和牛。
めっちゃ霜降り。霜降りが入ってるやつ。そう、霜降りね。霜降り、いいじゃん。テクスチャー。それ誰と食らうの誰が見たいの私の隠し霜降り。和牛協会の見たい。から声かかるの。あるあるある。もう、じゃあやろうかな。そうそうそう。かかったところで何なんだろうなんだけど、嬉しいよね。なんか、生きてるとさ、サイドクエストじゃないけど、うんうんうん、いろんなそういう謎の攻略していきたいとかない？あるある。いろんな大きい一個のゴールがみんなあると思うんだけど、うんうん、それ大事じゃない？まあ、なくてもいいんだけど、私なんかそれ一個とか何個か、こう、莫大として大きい夢があるとするじゃない、うん。その横にすっごいくだらない夢とかいっぱいあるんだよ、うんうんうん。でもなんやかんや繋がったりとかするからね。全部繋がるんだよね。なんかその和牛協会からもし声がかかったとしたら、それはそれで面白いサイドクエストだなと思うから、うん、いろんなね、ところに手を出すじゃないけど、面白いと思ったら、うんうん、なんかやってみると、ニッチェのジャンルにグッと行くのもいいと思うし、ね、あと何かを極めるじゃないけど、情報ってさ、絶対誰にも奪われないものじゃん、唯一、うんうん、他の人から、うんうん、なんか自分の美貌とかってやっぱずっと溜まってるものじゃないけど、うん、知識とかってもうずっと蓄積されていくものだから、うん、すごくいいものだと思うの、うん、で、こう変なニッチェなブランドっていうか、こうジャンルに行って、で、そこを極めたらすごい自信につながるじゃん、うんうん、それでインポスターシンドロームが本当薄れていく、解消されていくと思う。いろんなことをこう知って積み重ねていくと、うんうん、結構その脳の筋トレじゃないけど、前も言ってたように、うんうん、そういうなんか自分の強み深みみたいなのを、うん、ゲームみたいにこうつけていくと、うんうん、いいんじゃないかな。そうだよね。経験値をいろんなところで稼いでくるみたいな。そう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 、本当にそうだね。そうだよね。なんかそれによって、うん、そのどのサイドクエストをするかによって、うん、多分同じスタート地点だったとしても、なんかどんどん変わっていくじゃん、道が。で、それによって唯一無二の存在になっていくみたいな感じだから。それも面白いよね。面白い考え方。うん。ね、そういう風にやっていくと、なんか生きやすいから、うん、私すごい考えすぎちゃう。結構、なん心配性じゃないけど、ぐる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 何かを思い詰めるタイプでもあるから、それからそれにならないように、うん、なる前に自分に言い聞かせる感じかな、うんうん、いやあなたでもあれすっごい頑張って勉強したじゃない、うんうん、できるじゃない、うん、それできたんだからこれもできんじゃないっていうことを、まあ、本当に自分に言い聞かせてる時がある、うん、一人語りじゃないけど、うんうん、そうするとあできるわな、うん、そう前回これであれしんどかったけどできたわっていうことを何個もやっていくと多分強くなるんだろうね、うんうんうん、インポスターシンドロームがの部分がこう抜けていく、うん、ところがある。確かに、うん、あと私のもう一つ tips は、うん、誰か友達に、友達が同じこと言ってたらなんて声かけるか。あ、確かに。だからその声かけた言葉を自分にかけてあげるのも大事だよね。そう。なんか、ケイちゃんとかはすごい私にいつも、優しい言葉かけてくれる。そう。だからファンですから。なんか、こう、ハイプアップしてくれるじゃん。うんうんうん、だけど、だから、うんうん、なんか私がもしなんかくよくよして、なんか、私なんてどうせとか言ってたら。なってないじゃん。まずならないじゃない。ほぼ。なんかやりたくないなとか、うんうん、わかんないけど。あ、はい、はい。なんかなってたら、もしケイちゃんが今ここにいたら、なんて言うかな、うん、あ、確かに、なんて言ってくれるかな。そうそうそう、うん、なんか今日一日休んでまた明日から頑張ればって言ってくれるかもしれないし、うんうん、いや、なんかちょっともうちょっとあと1時間ぐらいやったらなんかいいんじゃないとか、うんうん、そういうふうに言ってくれるかなとか、いろいろこう妄想して、うん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 、そしたらなんか頑張れるとか。あ、確かに、頑張ってる友達持つって大事だよね、うんうん、いいプレッシャー、そうそうそう、だなってすごい思ってて、まあ嫉妬とか一切ないから、うん、なんだろう、こういい競争じゃないけど、自分の中で、あ、ゆかちゃんはあんなに頑張ってた人たち、こんなことで何をっていう思うのがすごく大事だと思う。うんうんうん、いい意味の対象相手、うん、比べる相手は、うんうん、まあ、そう、うん。ね、あともし、もしケイちゃんが、私なんて言って言ってたら、うん、何言ってんのってなる、うん。ゆかちゃんからね。まあそんなきつい言われ方一回もされたことないけど。そんなくよくしたことないでしょ。いや、してんの。多分一人の時なんだよね、くよくよって。だから、言う前に解消できちゃうんだと思う。そうそうそう。勝手に処理して、そうそうそう、実はね、あの時くよくよしてたんだって関係、全然わかんなかったって感じだけど。うんうんうん、まあ、それは多分、各自、
処理の仕方はもう分かってるから、うん、相談するまでもなく解消できちゃうと思うんだけど。そうなんだよね。でもなんかちょっと考える時ある。うん、なんか、ケイちゃんだったらどうするかなとか。うん、What would Kay do? ウリユクチュー。本当に思うよ、私もそれ。とか、もうちょっとね、なんか客観的に状況を見ると、そうね。分かったりとか。一旦自分から離れるいい意味で客観的に見ると本当に大事だと思う。ずっと自分の中でぐる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 やっちゃうと、うん、何にもね、だんだんこう視界が狭くなってしまうから、大事だよね、うん、落ち着いて、ね。だから瞑想とかそういうのが必要だと思う、そういう時って。はい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 、一旦リセット。うん、だよね。もう無理やりリセットだからね、瞑想って本当に。何も考えないように。考えちゃいけない。そうなの。本当難しいじゃない、実は。難しいよね。でもそれを続けていくと、結構、すぐ自分のことを客観的に見れたり、あと、なんだ、感情的に動かなくなったりできるのかなって思うんだけど、わかんない。現代人のヒューバーマンが言ってたから知らんけど。知らんけど。若干うさんくさいようで、だけど。でも、聞く一理ある。一理あるやつ。そうなんだよね。確かに。で結構その、精神と体と、なんかメンテナンスじゃないけど、うん、統一しないと。全部いい状態に置いていかない。一個でも抜けるとダメだもんね。うん、なんかメンタルだけ異常に元気でも、うん、体がさ、ボロボロだと動けないし、うん、発揮できないじゃん。で、なんか、調子悪い時、無理くり何かをやろうとした時ってさ、結局、やり直したりするじゃない、うん、なんかそういう時に、いかに自分の体のサインを聞くかっていうのも大事だよね。もう今マジで横になってくださいっていう時期は、横になっていいと思う。うんうん、そうだよね。うん、休まなきゃいけない人は絶対に休んだ方がいい。ね、もうそれはサインだからね、体から、うん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 。だからこう、本当会社が辛いですとか、なんか意味もなく涙が出てしまいますっていう人は、もうそれこそサインだから、うんうんうん、今すぐ休んでいいんだよっていうことで、充電してから、なんかもう一回ね、うんうん、力つければ、うん、いいんだよね。そうよね。私もその若い時にそういう状態になったことあるけどさ、うん、私もなんか自信がない。と自信がないというか、自分を信じてないと、うん、そのサインも信じられないじゃん。そうなの。どういうことなんだろう。そう。とか、なんか自分が弱いだけなのかとか、うん、他の人はこうなのに、そうそうとか、いろいろこう、なんかそのサインを無視しちゃったりとかすることもあるから。うん、そう。なんかだんだんやっぱこう、年取ったからかもしれないけど、なんか、うん、あ、これ、この経験上、こうなったら自分はこういう状態だなっていうのがだんだんこう、分かってくるというか。うん、いろいろそれこそ蓄積してくるから、そうそうだよね。それでだんだん自分のサインを信じられるような気がする。うん、本当正直に そのサインを無視し続けるとなんか変な結果になったりすることあったりする、うんうん。ほら見ろっていうことを何回もやってると、うん、あれこれはまさかやめろってことかな、うんうん、って思ってやめた時、離れた方がいいかな、そう離れてすごいいいことが舞い込んできたりする。あるよね。そうすごいうまくいかなくて。あーってもうすごい一瞬でもうじゃあもういいよって話した瞬間他のいいものがパッとその場所を取ってくれたりするじゃない、埋めるじゃないけど、だからそういう時にあもうちょっと自分でこの執着する気持ちを話さないとなってすごい思うんだよね。めっちゃよくある話だったさ、なんかみんなにこの彼氏絶対良くないから別れねえよって言って、ぐだ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 、うん、ダメ男と付き合ってる友達が、パッて別れたら、うん、その瞬間になんかすごいいい人と出会ってすぐ結婚するみたいな。うん、よくあるじゃん、めっちゃ。何なんだろうね。なんかこう手放して、パッてなんか、うん、そのスペースが空いた時に、いいものが生まれるスペースになるというか、うん、だから、ね、だけど良くないものがそこを埋めちゃってる。うん、間は来ないんだよね、逆に。うん、うん、そうそうそう。なんかその仕事でも何でもなんかその、本当は他のものが待ってるのに、なんか、うん、あ、これでいっか、みたいな、こう妥協したもので埋めていると、そう。いつまでたっても舞い込んでこない。うん。すごいわかる、うん。私なんか一時期すごい物を買う癖がありちゃって、まあ10年ぐらい、20代の時なんだけど、うんうんうん、なんかとりあえずお給料入ると、なんか買い物行けば、ハッピーになるかなじゃないけど。なんかそう、ドーパミンヒット。そうそうそう、ドーパミンヒットを買い物とかでやってたの。うん、今はもう本当、今回ニューヨーク来て3週間、1ヶ月ぐらいいるんだけど、うん、靴を35ドルのブーツを古着屋さんで買ってる以外は、もう何も買い物してないの。あとはもう、確かに。
で、なんでだろうと思ったら、なんかすっごいお金満たされてるから、何にも買わなくていい状態に今たまたまなってるんだけど、うんうん、なんか今までその若い時は家具とかもそうなんだけど、今はすごいちょっとこだわりすぎなんだけど、ヴィンテージとかで揃えてて、うん、ある、できればこの世の中にあるもので揃えたいなっていうのがあるから、うん、そう好きで勝手にやってて。で、みんなにそれを強要したいとか、うんうん、私はこういう感じでやってるなっていうことに気づいてて。うん、で、その前までは、なんでこうずっと家の中の環境をこう見た時に、なんか嫌だなと思ったのは、うん、すごい引っ越した瞬間に全部買っちゃう癖とかあったの。ソファーからコーヒーテーブルから何かを、なんか IKEA とか一個の場所で、もう、あ、これでいいや、安いからとか、うんうん、これでいいやっていう感じでずっとやってたのね。で、すごいよく考えたら、あ、人生でもすっごいそれやってんなと思ったのね。なんか、満たされてないから、ここを埋めたいっていうのを、家の感じでもあるけど、心の感じでも出てるなと思って、もうすぐに、その、これでいいやっていうことをずっとやっちゃってたのね。で、ま、気づいたら、なんかそんなに好きでないものに囲まれてるとかある、うん、なんかない嫌だよね。すごい嫌なのよ。で、それに気づいてから、あ、手放そうと思って、うんうん、どんどん手放してたら謎のミニマリストっていうか、ちょっこっと何もなくなった。マジでミニマリストになって。で、それはそれで、ちょっとやりすぎだなと思って、うん、好きなことだけをやっていこうと思って、今の家が結構、全部ヴィンテージで50年代から80年代ぐらいのものがあるんだけど、うんうん、そこの勉強し始めたらハマっちゃって、なんか趣味みたいな感じで家具をパンデミックに、うんうん、コロナ中に始めたのね。で、そういうなんか最初はエスタイリックじゃないけど、うんうん、インスタのためにこう映えの感じの部屋を作ろう、アトリエを作ろうから入ったのが今ガチになっちゃって、最初はちょっとすごい恥ずかしかったのよ、この部屋を見せるとかって。なんか映えのためにこいつやってんだろうとか思われるのがまさにそうだったから、まさにそうだったから、まさにそうだったから。でも本当に本とか買い出して勉強し始めて、デザイナーのことをもっと知ったり、なんでそのプラスチックのものを70年代にすごい大量生産されたんだろうとか、なんでこうデンマークはこう曲げ木の技術があるんだろう、技法があるんだろうとか、そういうことをすごい勉強し始めてから、すごい自信になったのよね、うん、知識だから。あ、そっから、あ、もうみんなにこの私が好きなものを共有したいに変わったの。うんうん、映えから入ったはずなのに、ガチの皆さん、見てください、私のコレクション、うん。こういう感じで私すごいハッピーに生きてるよ、だから、みんなも好きなものを囲まれて、好きなことやってほしいなっていう、ちょっとまあすごい理想的なあれなんだけど、うんうんうん、そういうことがあってから、その自分の結構パーソナルの部分をちょっとずつ小出しにできるようになってきて、なんかゆかちゃんはこうひっちゃかめっちゃかって思ってる、私も自分でちょっとこれひっちゃかめっちゃかだな私の絵だけ見たいのにこういうの必要かなとか思った時期もあったんだけど、やっぱ好きなものはもうだって BTS 愛はさ、最初抑えてたじゃん、うん、ゆかちゃん。で、私はもうこれは溢れ出てくるものだから、やめなよって言って、もうやっぱ洪水のごとく、もうバーって、うんうん、いやもう流れたでしょ、ね、愛が。でもそうするとさ、なんか、あ、ゆかさんの、動画見てたんだけど、私も実はアーミーで、うん、なんかもっと身近に感じるようになりました。そうなの。いろいろ、そう、また新しいコネクションができたりする。そうそう。私ももうまさにそれで、なんかヴィンテージのことをやり、公開勝手にやりだしたら、今回のニューヨークのリニューファインズっていうグリーンポイントのかっこいいヴィンテージショップ、めっちゃいいよね、さんのギャラリースペースにコラボしようっていう感じで今展示をちょうどさせてもらってるから、うん、しかもアジア人女性のオーナーです。そうなの、アジア人女性のオーナーで、うん、しかももう来週東京に来るらしいから、うんうん、もう一緒に来週東京で食べようっていうなんか普通に友達もできたし、コラボきっかけもできたし、個展もさせてもらえたし、なんか好きなものをバッと出したら、うん、誰かがこうやっぱ拾ってくれるんだよね。で、そこから何かいいきっかけがつながるから、うんうん、あんまり自分のことを抑え込みすぎるのも良くないなと思って。そうだね。いや、それめっちゃ思う。だから好きなことを好き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 って言ってたら、ここまで来れたみたいな感じがすごい、うん。本当にそうなんだよね。多分そのタイプの二人なんだよ。多分黙々と一つのことを職人みたいに極めるタイプの人もいれば、うんうん、私たちみたいに、あれ
これ好きかもっていうことをちょくちょくやるタイプもいるし、うんうん、あとなんか3つだけをマジで極めるとか、なんかいるじゃない。すごいこう、みんな違うタイプの人間でいいなと思うようにしてから、あれインポスターシンドロームいらないなと思うようになった。確かに。なんかさ、結構そのアストロジーとかさ、その、うん、先生術とかさ、別に信じても信じなくてもいいんだけど、うん、MBTI もそうだけど、うん、別になんかこれは絶対正しいからみんな信じろっていうわけじゃないんだけど、それによって、あ、こんなにいろんなタイプの人がいるんだ、みたいな。全然違うんだなっていうのがすごい思うじゃん。あ、こういう考え方の人いるんだ、みたいな。自分がさ、考えることで自分しかわかんないからさ、それがみんなそうだと思っちゃうけど、そうなんだよね、実は本当に、いろんな考え方と生き方があるから、うん、なんかやっぱり、その他の人と比べても、もう全然違いすぎて、うん、あんまりこう、比べる意味ない。そうなの。本当になんか、わかるわかる。なんか、年を重ねるごとにいろんな人に会うと、うん、なんか、若い時は若い友達しかいなかったりするじゃない。うん、でも、年を重ねると結構、ね、年の離れた友達とかできたり、ありがたいことにこう、うん、なんだろ、人生の先輩から可愛がってもらうのを言ったりすると、うん、いろんな、お、こういう考え方もあるんだってことを知れるのと、うん、あと受け入れるって大事だなと思う。自分が正解と思ってみんな生きてるじゃん、うん、結局。でも、あ、こういう考え方もあっていいんだろうなって思えるような寛容さを、うん、そういう人に学ばせてもらってるなって。大人の皆さん。大人の皆さんに。あとは自分は結構感情的に動くタイプなんだけど、本当ロジックだけで動くタイプの人もいるじゃん、うんうん、そういうなんか私からするとロボット的って思っちゃうんだけど、あっちからするとバカだなとかずっと思ってんねでもそういう違いもあっていいなと思うし、うん、だからこう世の中って回るじゃん、同じタイプの人間だったらもうひっちゃかめっちゃかだと思うの、うん、だから私はこれが得意ですよ、私はこれができますよっていうのが集まっていい。一つの型にはまろうとすると、ね、世の中は崩壊していくと思う。そうだよね、うん、だってさ、 YouTuber の人とさ、例えばなんかめっちゃなんか市役所で働いてる公務員みたいな人もう全然違うけどさ、お互いの職業をスイッチしようって言ったら絶対嫌じゃん、お互いきっと、うん、なんか向いてる向き不向きみたいなのが絶対あるし、うん、公務員の人は絶対必要な人じゃない、うん、そう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 。で、 YouTuber の人もエンターテイナーの人で、うん、このオーディエンスがいて、その人たちにとってはもうすごいハッピーなことでしょ、うん、2人とも必要なんだよね、うんうん、世の中には。YouTuber なんてとか言う人もいるだろうけど、うんうん、すごい誰かに喜びを与え、一人でも喜びを与えてたらもうそれでハッピーだなって、うんうん、そう思うのね、うん。不幸にするよりもね、うん、ハッピーにしてる人が、あ、その人は世の中に必要な人だなって思うし、うん、公務員の人いなかったら私何にも書類できないしさ。ああいう人たちのおかげなのよ。そうだよ、ね。もうアーティストと公務員どっちも必要です。どっちも。どっちも必要。どっちも違う意味のクレイジーだしね。確かにね。みんなこうクレイジーを極めて。そうなの。そうなの。向こうもこっちもね、クレイジー。あんなん絶対無理って私は思われ、絶対思われてんなってこう区役所とか行くと思うのよ。この人やばいなと思われてないけど、あんなに丁寧にやってくれるってさ、素晴らしいなと思う、うん。ありがたいね。ありがたいよ、なんかね、ちゃんと。人で回ってるっていう、うん。だから、比べる必要ないっていうのが結論ですかね、うん。そうですね。比べる必要ないし、それぞれ自分のいいとこだけにフォーカスするといいと思う。うんうん、で、なんかね、すごい私はそうなんだけど、嫉妬してるなと思ったら、あ、私もそれ欲しいんだって肯定していいと思う。私もそういう夢を持っていいんだろうなって思うようにしてから、人に対して羨ましいとか思わなくなっちゃって。うん、なんなら、あの人頑張ってる。あ、じゃああれにちょっと私も便乗したいじゃないけど、インスパイアされたいと思うようになってから、うんうん、なんか、いいなって思うし、うん、インポスターシンドロームのメンタリティが割と抜けてきたなと思うけど、うん、あれはでも、一回で抜け切るもんじゃないんだよね。だんだんだよね。そう。何年もかかる。そう。で、なんか、突然、ふんって戻ったりするよね。うんうん、昔のメンタリティ。なんか、ちょいちょい自分の筋トレを続けないと、ダメ。確かに。脳の。ずっと、努力はし続けなきゃいけないけど、だんだん、楽になっていくから。うん、楽になる。楽しくなってくるね。うんうん、生きてると。うん。うん、はい。いや、すごいいい、いいコンバセーションができましたね。はい。こ
これでね、なんか元気出る人がいればいいと思うし、うん。あたおかしいなって思ってる人にそれでいいと思うの。そうだね。こんな人もいるんだなって。そうそうそう。うん。そんな感じかな。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんか、次のプロジェクトとか、なんか言えるものあったりするんですか？今は、ちょうど今週東京帰ったら、始動するっていうか、もう始まってるんだけど、うん、T シャツを出すので、はいはい、自分のブランドを今作ってます。だからタグ作りから、うんうん、ちょっとタグはインスタでちょっと出てる、ね。そう、タグちょっと工場に発注してもらったり、すごくいいものを、なんかアートプリントって飾らなきゃいけない、フレームしなきゃいけない絵って、こう、ちょっと手が出しにくい人とかもいると思うんだけど、うん、やっぱ T シャツにこう、ペッて貼ってあったりだったら、なんかこう、来てもらえたらいいなと思って、うんうんうん、今までは他のニューバランスとのコラボとかでね、ニューバランスとかラフォーレとかとはコラボしてんだけど、うんうん、自分の、うん、そう素材を選んでとかタグとか、うんうん、パッケージとか、うん、でも印刷の色の感じとか全部チェックして、全部そういうのも工場と今やってるみたいです。おー楽しみだね。なのでそれかな。あとはあ、これ言えばいいんだ、うん、東京で個展がしたいから、はいはいはい、今それに向けて今もブルックリンにやってきたことを東京バージョンでやりたいなっていうプロジェクトをもう始めたいとここで言ってしまえばやるので、みんな待ってると思いますので、うん、思います。はい、頑張ります。そんな感じです。はい、楽しみです。ゆかちゃんは何か。私はね、私もちょっとちょこちょこ指導している、うん、指導というか妄想レベルなんですけど、うんうんうん、あって、まあ、そうですね、フィジカルプロダクトを出したい、私も。うん、それは何を出すかまだ言っちゃいけない系？ちょっとだけ、うん、ちょっとだけ、ペって言う？ちょっとだけ、ペッ。ちょっとだけ、ペって言うと、言っちゃうかな。うん、あ、マジで？いいの？カメラストラップを作りたい。ゆかさん、カメラストラップですよ。作りたいんだけど、結構こだわって、うん、面白いものができたらなと思って、うん、まあいろいろリサーチしたりしていて、ね、特に、日本の素材を使って海外で売りたい。うん、でもまあもちろん日本でも買えるようにしたいけど、うん、ちょっとね、今このシーズンは若干バタバタしてて、あんまり進められてないんだけど、じっくり、いろんな人にちょこちょこ言って、そう。なんか情報知りませんかとか。うんうんうん。そうそう。そしたら私がちょっといい知り合いっていうか、そうそうそう。あの、カメラ、だからグッズを作るっていうか、ものを作れる人を知ってるから。ものを作れる人。この子を紹介したいって早速なったから、やっぱ、声に出すって大事なんだよね。そうそう、大事大事。だからこれで聞いた人が、あ、古典じゃここでやってくださいとか、あり得る。そういうのがありましたら、ぜひともお声掛けください。はい。かっこいいイベントにできるので、うんうん、するので。ね、うんうん、ということで、じゃあ、残りの2024年も楽しく、元気にやって、来年も。やっていきましょう。やっていきましょう。なんか年末みたいな感じね。でもちょっとニューヨークも年末感あるよ。年末感ちょっとなぜか出てきちゃって涼しいから。なんか夏が終わったらさ、ふう、どっとね落ち着くからね。ふう、ふうだね。でもあと三ヶ月。三ヶ月みんな頑張りましょう。三ヶ月あったらいろいろ進められると思う。そう、確かに。なんか12月31日までに何かゴール作るっていうのもいいし、ね、いいね。うん。なんか今やる気ないんだよねっていう人は、一つだけ目標を、一つだけ絶対に破らない約束を作るといいと思う。うん、確かに、うん。めっちゃそんな大きくなってもいいからね。そう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 。自信につながって、インポスターシンドロームも離れたのかと思う。ね。あとその1年の目標っていうか抱負みたいなのみんな1月にやるけど、別に10月に新しいの追加してもいいし。そうなんですよ。クォーター4ですよ。そうそうそう。クォーター1ですよ。2ですよ。4個ぐらいあってもいいよね。うん、周期的に。うん、じゃ別に1月から12月の期間じゃなくてもいいし、4月から3月でもいいし、うん。なんか大きすぎると手が出ない。あ、そうそうそう。そうなのよ。ちっちゃいのとか。3ヶ月でできるとかちょうどいいかもしれないね。じゃあ。そうしましょう。そうしましょう。私もじゃあなんか考えよう。うん。はい。じゃあ、ケイちゃん、今日はありがとうございました。こちらこそ、ゆかちゃん、ありがとう。どこかで、日本か、こっちでやりましょう。うん。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。